さてさ、シャクレでございます。今日は曇りですね。寒い今日。風が吹くと、なんだろうな、コピー用紙の100枚のあの束がドンってなんか体にぶつかるぐらいの衝撃がある寒さ。我ながら今の非常にいい例えだった気がします。ねえ、痛いよね、それ。今日はね、毛染めを買いに行きたくて。白髪染めですね。こう内側というか、例えばこういう髪の毛がいる内側とか、そういうところはいいんですけど、こう分け目のところにピンピンといたり、分け目ちょっとちらってめくるといっぱいいたりとかね。ということで、そのこうブリーチ剤とかカラー商材が置いてあるところのパッケージって、だいたいショートカット1回分ですよなんていうふうに書いてあるんですけど、それすらも使わない、半分ぐらいでいいやっていう時に、必要な分だけ出してこう液剤混ぜて使うみたいなやつが良かったんで、それを買ってたんですが、薬局とかそういうドン・キホーテとかでいつもこう見比べて買うわけですよ。だけどこう男性用の白髪染めっていうのって選べるのってあっても2種類ぐらいしかなくて、女性用の方はさ、いろんなメーカーがいろんな商材出してるからさ、どうしてもそっちを選んで買いたくなるわけよ。昔ね、男性用の白髪染めを使ったこともあるんですけど、なんて言ったらいいんだろう、本当に真っ黒なんですよ。不自然なほどの真っ黒で、それも結局使い切りタイプだから全部使わなきゃと思って、もったいないから、まあなんかいろんなところにどうせ白髪いるでしょうと、そいつのために全体的に染めてやるかってやったら、本当に黒くなりましたね。真っ黒に、なんか嫌な真っ黒さっていうの、だからなんか程よいやつがいいなと思って、カラーチャートみたいなその表の中の下の方のやつ、その表に書いてある記号ないし型番の一番暗いやつが欲しいなって思うんですけど、でもそういうのって売れないのか知らないけど、どこのお店も下から2番目ぐらいの色からカラーバリエーションを置いていくんですよ。僕の求めるものがなくて、今までアマゾンとかで買ってましたけど、そういうのってアマゾンだから劇的に安いことなくて、100円200円の世界だから、だったらまあ新しいものを探しに行こうというところで薬局に向かおうとしています。高校生ぐらいから比較的白髪が多く、高校生ぐらいの時は母親がね、こうストックしてるやつを使わせてもらったりしていましたが、それを日常的にと思って、こうヘナだっけな、ヘナシャンプーとかっていうのも親に勧めてみて、そうするとお風呂場に母親のそのシャンプーがあるわけですよね。でまあ僕勝手に使いますわな。で亡くなる頃にまあ言われるよね、母親にバレたわけですね。減りが早いねんけど、あんた使ってるんちゃうんけっていうね。はい、使ってますというふうに答えましたけど、その当時の言葉で言うなら感想をちゃんと母親に伝えなければいけない、今の言葉で言うんだったら母親にレビューをしてあげなきゃいけないということで、あんまりこれ効果ないなっていうふうに言いました。まあ、そっからヘナシャンプーはもうお互いに、母親も多分そう思ってたらしく、ヘナシャンプーはなくなり、自分で白髪染めを用意しなきゃいけなくなり、20代をそういうふうに過ごし、いろんなものを試し、今に至っても結局答えが出ていないというところですね。ちょっとまあいろいろと探したいとは思いますけどね。なんか今あの箱のパッケージに入ってないで、スプレーのヘアトリートメントみたいなやつの白髪染めとかもあってさ、どう使うのかよくわかりませんけど、もうなんか買って必要な場所に必要な量だけっていう風に使えるんだったらそれもいいなとは思うけど、3000円ぐらいしてたね、薬局でね。そういう新商材っていうのは開発費が結構かかりますから、初回はどうしても高いからね。さて、薬局駐車場到着です。今日ね、朝ドライブのお供にということで、しかもまあだいぶ今日寝起きなもんで、炭酸欲しいななんて思いながら、家からちょっと出たところにある自販機寄って、そこはいつもね、なんて言ったらいいんだろう、バラバラというか、例えば純正なメーカーさんじゃないところが運営する自販機で、例えばカルピスとかコーラでキリンとかね、そういう自販機じゃないところらしく、下に広告を貼るさところとかに、40円から60円から80円からっていう、その激安みたいな、フリー素材で作りましたみたいなポップがあるんですけど、久々に行ったら今日は40円からって書いてあって、この三ツ矢サイダー日本っていうのが入っててね、これが40円だったんですよ。ペットボトルって今自販機で買うと160円でしょ。でスーパーとか行って80円台でお茶とかだったら売ってると思いますが、40円だから買ったんですよ。
で、外観の破損とかで40円なのかなとか思いましたけど、汚れてることもなく、もちろん未開封でね、で味も普通なわけですよ。でなんでかなと思ったら、賞味期限がねすごい近いの。これピント合うのかな、こんなちっちゃいの。ね、19年12月26日プラス B って書いてあるんですよ。プラス B がよくわかんないけど、バースデーなのかな、わかんない。というわけで、すごいギリギリっちゃギリギリだけど、牛乳とか紙パックのオレンジジュースとかより全然持つから、まああり続ける限りこれをちょっと買って飲んでいきたいと思います。特別限定生産。というわけで今日はそんなお話をさせていただきました。それではしょうこれでした。また明日ごきげんよう。バイバイ。